はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、楽天ペイ 5% 還元が継続、10月からのキャッシュレス消費者還元事業の還元率などを簡単に解説ということで、今回は楽天ペイについてお伝えしていこうと思います。例のごとく今回もおさらいです。10月からの増税に伴い国が行うキャッシュレス消費者還元事業という取り組みがスタートします。これは画像にも出てる通り、このポスターが出てるところであれば、お店が提示する対象の決済方法でキャッシュレス決済を行ったら 2% もしくは 5% がご自身に還元されるというものになっています。実施期間は2019年の10月の1日から2020年の6月の30日ということになっています。今回はここの 2% っていうのはちょっと忘れてもいいかなっていうところもあるんで、それも踏まえてお伝えします。それでは早速本題の楽天ペイについてなんですけども、こちらなんですが、全店舗対象楽天ペイアプリなら期間中ずっと 5% 還元ということで、今回なんとですね、これまで毎月開催されていた楽天ペイのキャンペーンが延長することを発表しました。いや、これすごいですよね。しかも今回は楽天ポイントで払った分も還元対象ということになっています。詳細などをお伝えする前に、まず見てほしい画像があるんですけども、それがこちらなんですが、今回は大きく3パターンに分かれています。楽天ペイなら全店舗で楽天スーパーポイント 5% 還元ということですね。今回の注目のキーワードとなるのは、全店舗ということと 5% というところになります。その理由は後ほど説明します。まず3つのうちの1つ目ということなんですけども、青い星マークがある部分ですね。こちらキャッシュレス消費者還元事業の対象店舗として、中小・小規模事業者が経営する対象店舗の場合っていうのは、消費者還元事業の還元率が 5% 還元のみ、そして楽天ペイアプリだと還元率が 0% なので、これでまず合計が 5%。そして2つ目は、フランチャイズチェーンの場合だと消費者還元の 2% プラス楽天ペイアプリの還元があるので、なんと 3% 加わって合計で 5%。そして3つ目は、その全店舗、例えばコンビニ、ドラッグストア、ファストフードなどの場合は、キャッシュレス消費者還元事業の還元率は 0% なんですが、楽天ペイアプリの還元があるので 5% が加算されて、合計で 5% ということですね。しかも、セブン、ファミマ、ローソンなどは、キャッシュレス決済を行った場合は、その場で値引きを発表されているので、さらにお得になりますね。そして、ここまでお伝えして、先ほどポイントとなるキーワードということで、全店舗、そして 5% ということですが、もうすでにお分かりかもしれませんが、楽天ペイを使えるところであれば、どこでも 5% が還元されるということになります。なので、変に難しく、シンプルに考えて、あ、楽天ペイだったら 5% 還元されるんだなっていう認識でも大丈夫かなと思います。そしてこの情報を踏まえて次にポイントなどに関する詳細です。まずこのキャッシュレス消費者還元の対象店舗についてなんですけども、2% や 5% のポスターがある場所のことですね。期間は増税後の2019年の10月の1日から2020年の6月の30日まで、こちらエントリーしなくてももらえます。で、もらえるポイントは楽天スーパーポイントで通常ポイントとなっています。そしてポイントの上限は 5% のポスターがあるところであれば 25,000 ポイント。そして 2% のポスターがあるところでは1万ポイント。そして申請日は翌々月の末日ということですね。次にキャッシュレス消費者還元の対象店舗ではなく、それ以外の対象店舗で決済した場合なんですけども、こちらに関してはこれまで開催されていた楽天ペイの 5% のキャンペーンが適用されることになります。期間は2019年の10月の1日から2019年の12月の2日まで、こちらは必ずエントリーが必須となっています。そしてもらえるポイントはこちらは期間限定ポイントとなっていますので、こちらは注意が必要ですね。で、上限は 3,000 ポイント、そしてポイントの申請日は2019年の12月末日頃ということですね。そして実は今回の楽天ペイはこれだけではないんですよね。残りもサクッと4つお伝えします。まず1つ目は今出てる通りなんですけども、クレカで払っても 5% 還元ということで、通常の楽天カードと楽天ペイを連携させて、これで 5% 還元なんですが、なんとですね、楽天カードを持ってる場合は、さらに 1% 加算されて、期間中合計 6% 還元がもらえます。これは楽天カードユーザー必見ですね。次に2つ目なんですけども、ポイント利用分で、5% 還元ということですね。画像にも出てる通り、楽天スーパーポイントが町のお支払いで使えますということと、期間限定ポイントを使えるということで、これまで楽天ポイントでお買い物をしても還元の対象外だったんですけども、今回なんとですね、楽天ポイントでお買い物しても楽天ポイントがもらえるっていう、ちょっと面白いですよね。そして3つ目は、チャージして支払っても 5% 還元ということで、例えば楽天カード、ラクマの売上金、楽天銀行、これらから楽天ペイにチャージすると、そしてお店での決済で 5% 還元ということですね。最後4つ目は楽天ペイアプリが使えるお店ならどこでも 5% 還元ということで、画像にも出てるような店舗で楽天ポイントカードを提示するとさらにポイントが還元されます。なので楽天ペイで決済したらダブルでお得ということですね。今回お伝えしたことをまとめると、キャッシュレス消費者還元など関係なく、とりあえず全店舗で 5% 還元されますよということ。そして楽天カードだと 5% プラス 1% も加算されて、合計 6% の還元。あとは、ポイントで決済してもポイントが還元されるという、ざっとこんな感じですね。いやもう捉え方によってはちょっとややこしいかなというふうに思ってしまいがちかもしれませんが、実際に理解するとかなりお得なので、楽天カードや他のクレジットカード、今だと三井住友ビザとかの 20% 還元、あとはビザプリペイドカードのキャッシュなどもですね、ぜひ、ご自身で一番お得になる組み合わせを考えたり、今後の戦略などを立ててみるのも結構面白いと思います。そんなこんなで今回楽天ペイの10月からのキャッシュレス消費者還元についてお伝えしました。一応下の概要欄に今回の楽天ペイに関するリンクも貼ってますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。